怒るべくして怒ってしまった。横浜市旭区で暮らす和光大学名誉教授の採取、悟さん、79、は、相模原市の障害者施設津久井やまゆり園で起きた殺傷事件を知ったとき、そう感じたという。ダウン症で知的障害がある三女の星子さん、39、と同居している。特集、相模原の殺傷事件。障害者は不幸を作ることしかできません。日本国が大きな第一歩を踏み出す。植松聖、聡、容疑者、26、は、衆院議長に宛てた手紙にそう書いて、重度障害者を次々と刃物で殺傷したとみられている。採取さんは植松容疑者が精神異常者でも快楽殺人者でもなく、正気だったと考えている。今の社会にとって、正しいことをしたと思っているはずです。植松容疑者は介護を続けてきた遺族に向けて謝罪する一方で、被害者に対する言葉はない。そして採取さんは、共感する人も必ずいるでしょうと言った。確かに事件後、インターネット上には、正論障害者は生きていても誰の絵にもならなかったといった投稿が相次いだ。今の日本社会の底には、生産能力のないものを社会の敵とみなす冷め切った風潮がある。この事件はその底流がボコッと表面に現れたもの。植松容疑者は、人々の真相にある思いに訴えて非道になった、と考える。だが、不幸を生み出す障害者を代わりに殺してあげたというような代行犯罪に対しては、腹渡が煮えくり返るような怒りを感じている。命とは何かを問うとき、その人の器量が問われる。障害者はいなくなってしまえばいい、というのは浅い考えだ。ログイン前の続き娘の星子さんは、言葉を発することができない。自分で食事ができず、排泄、の世話も必要だ。命は尊いとか、命は地球より重いといった綺麗事は言えない。あの子がいなければとあの子がいてくれたからという相入れない気持ちが表裏一体となり、日々を過ごしている。採取さんはその日々を一条、の地獄と表現する。地獄であることが普通になってしまったような生活だという。その生活の中で、ふっと希望が湧く瞬間がある。理由はわからない。命とは、わからず、測れない価値を持つ。採取さんが憂慮するのは、超高齢社会に突入した日本社会が迎える窮状だ。2025年には団塊の世代が後期高齢者になり、認知症患者が700万人に達すると見られている。社会保障の財源も、働いて社会を支える人も足りない。生産する能力がない人に、一方的に社会資源を注ぎ続ける余力がなくなっていくと採取さんは見る。尊厳死や安楽死といった死への考察、IQ20 以下は人ではないとする米国の生命倫理学者の考え。障害者を社会の中でどう受け入れていくのか、親として考え続けてきたことが、一層問われていくと思っている。古田博也。採取、悟、東京大学大学院博士課程中退後、同大教養学部生物学科助手などを経て和光大学教授。専門は、命論。水俣病の現地調査団の団長を務めた。現在も横浜市内で精神障害者通所施設や作業所の運営に携わる。